はい、どうも皆さんこんにちは。本日もルーンファクトリー5の動画を撮っていきたいと思います。で、今日はですね、ルーンファクトリーをやる前に一点お話をさせていただきたい内容がございます。まずですね、任天堂ダイレクトが先日行われました。皆さん見ましたか？まあ多分ね、この動画を見てる方の 95% ぐらいの方が任天堂ダイレクト見られたんじゃないかなと思ってますが、いかがでしょうか？もしまだ見てないよっていう方はぜひね、任天堂の公式チャンネルさんの方からぜひ任天堂ダイレクトを見てください。多分アーカイブが残っていると思うので。で、今日はね、なんで任天堂ダイレクトの話を前置きとしてしてるかというと、その任天堂ダイレクトでなんとね、牧場物語ルーンファクトリーを手掛けた開発者が作った新作のゲームが発売するっていうことが決定したんですよ。いや、あれは本当にびっくりしましたよ。いや、それはびっくりするでしょうね。だってさ、牧場物語とかルーンファクトリーを作った開発者が作ったゲームですよ。それはもうね、期待の最新作ですよね。で、名前はワースライフっていうのかな。確かワースライフっていう名前でした。ごめんなさい、間違ってたら名前多分合ってると思うんですけど、まあそういったところでそのワースライフっていうゲームが出る予定なんですが、まあどういったゲームかというと、実際に画像を見ていただいたらなんとなくね、わかるんじゃないかなと思ってますね。まあ雰囲気的にはこんなゲームで、発売日としましては2021年の6月24日で、価格がね結構安いんですよ。2980円みたいです。しかも税込みなんで、なので3000円あれば買うことができるっていうことですね。ちなみに任天堂 e ショップにてすでに予約が開始されています。そしてこちらのゲームなんですが、ルーンファクトリーとか牧場物語と同様で、スローライフファンタジーアクションゲームって言われています。まあ牧場物語とは若干違うかもしれないんだけど、まあ似たような世界観のゲームだと思っていただければと思いますね。まあ同じ開発者の袴さんっていう方が手掛けられたゲームみたいなんで、ゲームの操作性とかはもちろん違うんですが、世界観的には結構似たようなゲームなのかなと思いました。まあスローライフファンタジーって言われてる通り、結構その他の RPG とかと違ってゆっくりじっくり進めていく、そういったゲームみたいで、牧場物語とかみたいに家を建てたり釣り堀を作ったり魚を釣ったり畑を作ったり、そして作物を収穫したりとか、いろいろなことができるみたいなんですよね。さらに凶暴化したモンスターを相手に主人公のように戦うと、まあ分かりやすい例で言うとルーンファクトリーみたいな感じですね。モンスターと戦って、まあ様々なアイテムとかをゲットして、お金をゲットして、でそれを元手に畑作ったりとか、国のためにお金を使ったりとか、自分の生活を豊かにしていくっていう、まあそういったゲームみたいです。なので単純な RPG ではないんですよ。だから本当にね、ルーンファクトリーと牧場物語の融合体みたいな、そういったゲームみたいです。まあ値段もねかなり安いので、まあ気になる方は買ったらいいんじゃないかなと思いますね。あとはね、僕も紹介したのはいいんですが、このゲームやろうかどうか迷っていて、どうしようかな、やった方がいいと思いますか？まあ需要があればねやろうと思っているんですが、どうでしょうか。いやーけどやろうかな、面白そうだよなこのゲーム。やっぱりさ、ルーンファクトリーと牧場物語ファンとして買わないといけないよな。うん、まあ、ちょっと実況するかどうかわからねえけど、まあ、多分買うと思いますね。まあ引き合いがあれば実況プレイ動画とかも撮っていこうと思っているんで、ぜひねそういったところも含めてコメント欄にいろいろコメントしていただければ幸いですね。よろしくお願いします。見たいとか見たくないとか全然好き勝手書いてもらっていいんで。はい、まあそんな感じかな。あとはですね、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもルーンファクトリーの動画、牧場物語の動画見ていただければ幸いです。まあおそらくね、ルーンファクトリーとか牧場物語好きな方であればチャンネル登録しといて損はないと思うので、ぜひよろしくお願いします。ただね、完全最新作なんで、お金に余裕があるんであれば、まあ冒険として買ってもいいんじゃないかなと思いますね。うん、ガチの完全最新作ですから。ただね、さっきも言った通り、袴さんが手掛けているんで、期待してしまいますよね。面白いことは間違いないだろう、みたいな。だってさ、あの袴さんですよ。このルーンファクトリーの基礎を作った人ですからね。なので、外れの可能性っていうのは、まあ比較的少ないのかなと思いました。はい。まあ安定の袴ブランドですよ。ただ一点怖いところがございまして、何が怖いかというと、まあゲーム自体はめちゃくちゃ面白いんだよ。超面白いんだけど、バグが発生しないかどうかっていうのがめちゃくちゃ不安ですよ。そうなんだよな、このゲームね、
とにかくバグが多いんで、ルーンファクトリーとか牧場物語も。なので、完全最新作のワースライフに関しても、もしかするとバグゲーの可能性があるから、若干そこが懸念点ですね。果たして、どうなるのか。まあ、今ですね、僕がプレイしているこのルーンファクトリー5なんですが、世間では、バグゲーって呼ばれてますからね。バグがあまりにも多すぎるみたいな。まあ、先日もアップデートが入ったんだけど、アップデートによってまた新たなバグがいくつも追加されたりとかしてて、それを改善したアップデートでもさらにまた新しいバグが発生したりとかで、結構今世間を騒がせてるゲームなんですよね。まあ、内容はすごく面白いんだけど、バグがあまりにも多すぎるぜみたいな、そういった内容ですよ。まあ、ベテランユーザーからしてみると、いやいやいや、ルーンファクトリーはデフォルトでバグが多いから、むしろルーンファクトリーファンであればそのバグを楽しむのが醍醐味だよみたいな、そういったことを言ってる人がかなり多いですからね。まあこのことから、歴代の牧場物語、そして歴代のルーンファクトリーではバグがデフォルト化されてたんですよ。さらにその数もかなり多いっていう。なので今回完全最新作ワースライフなんですが、ちょっと怖い部分はありますね。本当に大丈夫なのかっていうところ。はい、まあそういったお話になりますと、で、なんだこれ、ルーシー。ではでは、リグバースの勇敢代表3選手に勇気の出し方を発表してもらいます。これ何、どういうことなんか唐突に始まったんだけど、いよいよろしくお願いします。なんか始まったね。これはなんだ。おお、任せとけ。俺の場合は何と言っても絶対的な力への信頼だな。腕っぷしなら負けねえって自信があるから、おのずと勇気も湧いてくるってもんよ。村雲さんは脳筋と、おい、脳筋って言うな。まあ確かに脳筋なところはあるけどさ、ただね、この村雲さんも2位と卒業しましたからね。今まで散々遊び歩いてたけど、前の前のアップデートで真面目に働くようになりましたから、村雲さんも変わったんですよ。風花ちゃん、何、これ何て言ってるかわかんねえ。ちょっと待って、マジで何言ってるかわかんねえな。風花は好きなもののためなら怖いものなしと。我が家のミスター無鉄砲、ジュリアン選手は、え、ジュリアンってさ、ルーシーの妹だっけ？ちょ、忘れたわ。どういった設定だっけ？俺、ジュリアンとはね、あまり絡みがなくて、実はあんま知らないんだよ。え、どういった設定だっけ？確か兄弟だっけな。勇気とか考えたことない。ジュリアンはおバカ、じゃなくて自然体と、お前なかなかひどいな。ルーシーのキャラなかなかひどくないか。腕っぷし、怖いもの知らず、自然体、どれもプリシラには難しそうだね。ちなみに、プリシラとルーシーちゃんは、なんか幼馴染っていう設定みたいですね。うん。おやおや、何やら楽しそうですね。あれ、おっちゃん、仕事どうした？パン焼いてないのか？大丈夫か？あのパン屋さ、結構危ないからね。店主がいないのに、ずっとパンが焼かれてますから、そのうち火事になりそう。大丈夫か？いや、大丈夫ではないだろう。割と危ないよ。ランドルフさんの勇気の出し方をプリシラに教えてあげて。おっと、いきなりですね。お願いします。勇気の出し方って難しくないか。なんか言われてさ、すぐに出せるもんじゃないよね、意見とか。ではお役に立つかわからないけれど、わしが冒険者だった頃の話を一つ。若い頃の話か。初めての土地でたたり神と呼ばれている巨大なモンスターに襲われたことがありましたね。まだ未熟だったわしは、そりゃもう恐ろしくて恐ろしくて、逃げることしか頭に浮かばず、走り回った挙句追い込まれてしまったのです。ああ、それはやばいな。窮地ってやつじゃないか。ガチの窮地じゃねえかよ。この顔の傷はその時のものなのですがね。痛みと恐怖の中で、もうダメだ。でも諦めたくない。そう思った時、不思議と力が湧いてきましたね。なんか、アンパンマンの話みたいだな。で、ランドルフさんが、ジャムジュさんみたいな。無我夢中で立ち向かってモンスターを追い払うことができました。人間本当に必要な時が来れば、おのずと奮い立つものです。年の功ってやつやな。いいこと言うじゃねえか。もし今、プリシラさんが勇気を出せなくても、何も心配することはありませんよと。おっちゃんいいこと言うな。ねえ、おっちゃん割といいこと言うよね。なんか壮絶な体験談だね。お前さ、普通に口ポカーンってあげながら聞いてるけど、割とすごい話やからな。かっけえ。ありがとうございます、ランドルフさん。胸が軽くなった気がします。ああ、そうなんだ。めっちゃウキウキやな。まあ、プリシラの気分が晴れたんだったらいいんじゃないか？はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。
まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもルーンファクトリーの動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。まあ過去動画に、小ネタの動画だったりとか、考察系の動画だったりとか、最新アップでの情報をまとめた動画だったりとか、ダンジョン攻略の動画だったりとか、いろいろな動画を投稿してるんで、ぜひ気軽に、暇つぶし程度に見ていただければと思いますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。